氷玉峠氷玉峠付近に残る下付海道の石畳氷玉峠は福島県藍津若松市と大沼郡藍住里町の境界付近にある峠。福島県道131号下号、藍津本号線が経由している。この県道は2003年4月に開通したバイパスによって通過しており、氷玉トンネルなどの構造物が存在する。現在、 旧街道の道筋は遊歩道として整備されつつある。ほか、峠付近には、周辺の三つの軍の境界を示すとされる、三軍境の塚が存在している。新編合図風土記では、昔は、日玉峠といったと述べているほか、1641年に、峠の北側に、関山村を、駅所とし、その後1646年には別村になったとする。 当時、藍津若松と下谷国今市を結んでいた下野東東、ま、市の時代などでは山金交代でも経由をしていた。その後、幕末の母親戦争では、東東下付近でも戦闘が行われた。この際には、薩摩藩、宇都宮藩などが東東下付近を通過し、前述の関山付近で戦闘が行われたとされる。明治時代に、 三島道常によって改修された藍津三方道路の野州街道は東峠を経由せず、峠の東の地域、阿賀川沿いの現在の藍津若松市大都町などを経由するようになった。加えて、その後に開通した国鉄藍津線も本峠を経由していない。前述のような経緯のため、藍津三方道路の後ろ身にあたる福島県、藍津地方と栃木県を結ぶ幹線道路、 国道121号も、東東下付近を経由していない。しかし、その後に、前述の福島県道131号下号、合津本号線が経由するようになっている。ありがとうございます。